今週ボックス、クロスボックスロゴ。今週ボックス、クロスボックスロゴ。ラインナップ来たな。はい、メッチチャンネルです。メッチ、2024年 SS スプリングウィーク15ですね。ラインナップ来ましたね。楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、今週はあれですね、ボックスですね。クロスボックスロゴですね。いやー、これめっちゃ楽しみじゃないですか。まあ、ボックス童貞な俺としたら、メッチとしたら。まあ、ちょっと、まず、ね、ボックスの方の、色味ちょっと見ていこうかな思ってんのよ。もうちょっとドキドキしてるけど、見ていきたいと思います。見ていきましたね。やっぱボックスええな。ボックスいいな。いや、俺バンダナ欲しいねんけどな。ぶっちゃけバンダナ欲しいねんけど。だけど今回ちょっとクロスやんか。クロスやんか。ちょっとまだ別物で賛否はあると思うんやけど、やっぱボックス欲しいやん、やっぱ。童貞としてはな、やっぱ。卒業したいねん、ほんま。どうやろう、俺。まあ、黒やねん。俺アンテナ黒やねん。いつも黒やねんけど、赤もええねんな。赤もいいし、まあ、黄色もええねん。もう、なんで、まあ、なんでもええんかいって感じやねんけど。いや、でも黒欲しいかな。俺どうやろう。パープル、レイディーのパープルも好きやねん。プリンス的に。どうやろう、俺、ぶっちゃけ、どの色も好き、ええなと思うのよ。手に入れたい。ボックス手に入れたい、俺。一回も持ってないから。どれ狙ったらええんやろってめっちゃ悩み問題。で、ボックス、どうで卒業したいの俺。どれ狙ったらいいんやろ、俺。で、安定の俺のいつも好きな黒を行くべきなんかとかもめっちゃ悩むけど、って感じやな、俺は。今んとこ俺はこんな感じやな。皆さんどうやろ、何を狙うんやろなって感じかな。そんな感じで、レギュラーの方も来てるんで、ちょっと見ていきたいと思います。はい、ウィーク15のレギュラーの方、ね、見ていきました。まあ、追加とか変更等はあると思うんですけど、見ていきました。俺、この今の ラインナップ見る限りでは、まあ、ええなっていうのあんねんけど、今考えたらどうやろう、あれかな。マスク付けのフーディースモールボックスの。あれよくね。あれよくね。あれ、ええなと思った、俺。いいねんけど、ちょっとクロス着てるから、ボックス着てるから、って感じじゃねえよ。あれ好き。あれ好き。絶対あったかいんやん。まあ、一応俺マスクしてるから、ええやん、あれええなって、ピンと着てんのよ。ピンと来る問題で、ちょっと、あれ、ええねんけど、いや、今回ちょっと、厳しいやんか、ボックス来るから、そっち行こう思ったら厳しいやん、問題やねん。だけど、レギュラーも、他も良かったやろ。ワンちゃんのやつも良かったし。って感じかな、ほんまに。な感じで、ウィーク15の、ね、ラインナップ見ていきました。一旦すけど、いや、レギュラーも欲しいもあったんやけど、いや、やっぱ、ボックスやねんな、これ。ボックスやねんな。他見てもやっぱ、薄れんねんな。やっぱボックス痛い自分がおんねん、やっぱ。だろ、変えるかどうか、悩み問題もあんねんな。悩んでんねんよ、ほんまに。ボックス欲しいけど、今の、並び、抽選あるやんか。
やりたい気持ちもあんねんけど、今の現状俺ちょっとあかんかなと思ってんのよ、いっぱい。うちの父ちゃん母ちゃんも結構じじばばやから、そういう問題もあったり、もう今の現状行かれへんかなって、もう会社のこともあるし、もういろいろ考えたらもう行かれへんな問題もあって、やっぱオンラインやっても難しいやろなと問題もあったり、もう難しいな、これ難しい問題やね、これ難しい問題やね、これゲットできんかなってオンラインで。でそれも前回あのバンダナの時行けた人もいるんですよね、オンラインで。そう考えたらワンチャン行けるんかなと思ったり、もうめっちゃ悩むねんけど、これもうオンラインしかないのよ、これオンラインしかできない今の現状、も無理な問題。俺初並びでも童貞捨てたいなと思ってたんやけどな、こういうビッグな時行ってみたかったんやけど、ちょっと今の現状ちょっと行かれへんな問題で、僕自身はちょっと行かれへんなと感じ、うーんって感じやねん。って考えたらもうオンライン厳しいよな、これ厳しいよなと思ったけど、やっぱ会長怒りやん、やっぱ会長が、やる前に負けること考えるあるかで、猪木会長怒るし、そう考えてやっぱちょっとな、負ける気持ちでいかなあかんっていう気持ちもあんねんな。だからやっぱボックスやね、クロスボックス、今週ボックスクロスボックスやね、ほんまいいかな、行くけど、じゃあちょっとな、この、やっぱ別タブとかで行くやんか、これ、弾かれ問題もあるやん。弾かれ問題もあるから、悩むねんな、これ。だけどもね、色問題もあるやん。どの色行ったらいいかって難しいやんか。レアな色行ったら数が少ない問題もあるし、どの色を行ったらいけるんや。俺、正直、このボックスに関しては、どの色見てもいいと思うね。そんなにも好みというか、好きな、一番好きな色もあるよ、もちろん。俺ブラックかな、あんねんけど、どれから行くべきかなって考えちゃうのよ。考えるもんね、もう皆さんどうなんすかね、どの色味を行けばいいんかなっていう問題もありやんか。やっぱゲットしたいやんか、ゲットしたいね。だからどうしようかなって、だから男は黙ってブラックかなと思ったりもしたりもすんねんけど、悩むねんな、これほんま悩むね。クロスボックスの、ある意味、ボックスとはまた別物かなっていうイメージもあんねんけど、でも、まあ、ボックスやんか。一応ボックスやんか。だから、初ボックス手に入れたい問題もあるから、ボックス欲しいね。ボックス欲しいね。B2 もあったよ。B2 もあったんやけど、B2 より俺やっぱ、フーディーが欲しいな。フーディー欲しいな、俺。フーディー欲しいなって思ってんねんな、ほんまに。って考えたら、どのやつを狙うかっていうのもめっちゃ難しい。色味難しい。まだちょっと悩んでる。もう男は黙ってブラックっていう気持ちもあんねんけど、俺弱い心もあるから、どの色を言ってんや。俺は、赤も好きやからな。ぶちが赤も好きやから、赤いっちゃおうかなっていう、モーション赤い系だから、赤いっちゃおうかなっていう気の迷い、もう迷ってる、色々迷ってる。で、皆さん、どういう対策してるんですかね。このオンラインで勝てる方法ってなんかあるんすかね、本当に。どうにか行きたいって。思うね。今ちょっと、多分俺今めっちゃ疲れてんねんな。今、まあ、みんなも疲れてるもんだけど、結構、まあ、すごい、もう、疲れてるもんね。あんねんけど、ちょっとこれはどうにかね、今の現状やねんけど、俺どうにか今回のボックス、祭りやんか、ある意味。ボックスはちょっと手に入れたい。初ボックスは手に入れたいって感じなんで、なんとか今週、万全を期して、もう、頑張ろう思ってる。まあ、頑張ろう。もう、皆さんも、熱いでしょうね。今回、ボックス、クロスボックスロゴ。それ、ちょっと、最初出た時は、っていう人も、僕も最初、いつものボックスちゃうねんなって、去年のバンダナ良かったからな。俺、バンダナめっちゃ、未だにやっぱ、プレネでも欲しいぐらいね、バンダナもな。バンダナ欲しいんけど、まあ、今回は、クロスボックスやんか。だからそれも、二つボックスあって、俺、せこいから、得じゃない問題じゃない、思うねん。こっちも両方ある、得問題もあるから、得やなって、ね、思ったりもする、ちょっと、横島の気持ちはあんねんけど、ちょっと、やっぱ欲しいよな、あれ。どうにかゲットできるように。皆さん、どういう対策するんですかね。なんかそういう、なんかこうやったらいいよっていうのがあったら、教えてほしいっていうのが、切な願いです、本当に。で、やるからにはやっぱね、
負ける気じゃダメやと思うんで、絶対このゲットできるように、まあ、万全を期してやろうかなと思います。前回ちょっとあのクレカ問題とかいろんなね問題で俺なかなかうまいことでガンとリスでどうにか拾えたね、あの全然無知な俺やったから、今回はちょっと万全を期していきたいなって思っています。皆さんね、頑張ってほんまにもう勝つ気でいこうぜ、ほんま勝つ気でいこうぜ、ほんま最初から負けたらあかんよな、負けたらあかん、天童よしみ的に頑張ろうぜ、ほんまに、うん、俺そういう気持ちめちゃねえしゃ、うん、どうにかあの今週、うん、祭りのバンダナボックス、うん、ボックスロゴ来るから絶対ゲットしようぜ、本当に。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。本当に頑張るぞ、めちゃでしょ。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もやっているので、フォローの方ぜひぜひよろしくお願いします。メッチ頑張りますのでよろしくお願いします。メッチ。